はい、どうも、徳さんです。昨日からお届けしている源田壮亮選手自主トレ密着企画、本日第2弾。本日はゴロ補給、そしてノックの様子をお届けいたします。徳さん、始まる。お願いします。まずは、源田選手のゴロ補給の形に注目して、ゆっくりとご覧ください。行こうぞ。なるほどね。よし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 。よかった。厳しい。ありがとうございます。光栄です。非常に美しい形ですが、源田選手曰く右足のつま先を外側に向けて、右股関節とお尻を意識して割れを作っているそうです。そうするとボールを待つ時の間が作れるということをおっしゃっていました。右足外に向けるんですね。徳さんの場合はちょっと外に向けるのが弱い感じがします。お願いします。お願いします。このゴロ補給メニューでも中村剛也選手や源田壮亮選手が若手にアドバイスを随時送っているのが印象的。高評価。夏はいいね。若手選手にとっても非常に貴重な自主トレですね。よいしょ。お願いします。そしてここからはなかなか見れない源田選手のゴロ補給マルチアングルバージョンをどうぞ。お願いします。美しい形で取り続ける源田選手のゴロ補給。冒頭にも説明しましたが、この右足を外に向け、ここでしっかりと間を作る。そして補給したボールは胸元へ持ってきて、スムーズに送球へと運んでいく。まあこれゴロ補給で非常に簡単な動作ではあるものの、そこにも源田選手のうまさが凝縮されている感じがしますね。あとはこの握り替えの速さ、当てたと同時に握り替えているぐらいのスピード感なんですね。実際ゴロ補給ではなくてもキャッチボールでもそうでしたし、このあたりのグラブ操作、そして右手に渡す時の感覚なんかも今までの練習なので相当磨かれたんじゃないかなというふうに思います。ここもう握り替えてすぐに送球の握りをしているという、まあ練習の賜物ですね。本当に全部がお手本になります。これはもう全部一緒で3回ですね。取材ではなくです。はい、前代未聞。いいんでしょうかこれ。さあゴロ補給の後はノック、はい、とその前に NPB 最高のショートである源田壮亮選手、何を考えて練習しているのか、そしてどんな意識を持って練習しているのか話を聞いてみました。源田さんのテーマは何なんですか、自主トレ。今回、まあ、WBC もあるんで、はい、調整難しいと思うんですけど、なんか結局こういう基本いっぱいやるのゆっくりこうできるのってこの時期しかない。シーズン入ったら多分、ね、試合前の練習とかもできないので、はいはいはい、一回基本に立ち返って、はい、形を確認して。このゴロ補給の形って変わんないですか、基本的に。その理想の形で やるって感じですね。こう取れたら一番いいよねっていう感じですね。理想を固めていく、はい、でも理想の再現性っていうのは守備で重要ってことですよ。そうですね。その形からあとはどう変えるかっていうか、応用、うん、打球によって、はい、とりあえずその一本芯を作ってみたいな、はい、それがないとブレブレになっちゃう。そうそう、芯を作るんですね。そんな源田選手が参考にするプロ野球選手の話、一体誰なんでしょう。基本的に NPB 選手に誰を目標にしてますかっていうと源田さんの名前が上がるんですけど源田さん的に誰を理想とかってあるんですか。僕はオリックスの足立さん。完璧じゃないですか、守備は。形も綺麗だし、はい、もう絶対あこれこの辺のバウンドで取るんだろうなみたいなのをすごい見てて安心感もあるし、全部のプレーが同じように見えるし、はい、送球もすごい安定して、足立さんの守備が好きです。はい、
確かにオリックス足立選手も堅実かつ美しい守備をされます。これは両選手の共通点かもしれません。さあ、そしてお待たせしました、ノックご覧ください。今のプレースローで見ていきましょう。1本目ここ前に出るんですが、バウンドが合わないと思ったら一瞬にして後ろに下がって、また同じ動きをして一塁へ投げるという、このあたりの判断というか体の動き、このあたりはゴロ捕球でもお伝えしたように、右足のその角度というのが重要になってくるかもしれません。姿勢を感じます。できつくないですか？こう改めてこの距離で源田選手の守備を見れるというのは、まあ、手前にいるかもしれませんが、我々とサン TV ならではなんではないかなというふうに思っております。贅沢な時間です。今のプレーもスローで見ていくと、先ほど後ろに下がったと言いましたが、今度は前だと思ったら捕球地点までこれね、チャカチャカせずに自然な歩幅で足を運んでいく。だからこそ体に力感がなく、スムーズに捕球から握り替え、そして送球へ移動できているのではないかなというふうに徳さん的には思います。徳さんはちょっと足の運びがなんか歩数が多い気がしますね。やっぱね、源田選手は最小限で打球に入っていくようなイメージ。さあ、ここでたまらんリプレイ参りましょう。もう僕のナレーションなしです。じっくりゆっくりとご覧ください。握り替えすごいです。全面に消化中。そうですね、やっぱアップのフットサル、ランニング、うん、全部消化中。すごいな、そっちやってるんですね。やってる。でもやっぱこう基礎基礎ですか、その精度という一個一個課題に取り組んでるね、うん、みんな愚直に取り組んでる。ただやってるだけじゃない、やっぱり仕事っていうのもあるけど、もう自分はこうだっていうのもありつつも、これを克服するんだっていう取り組みがすごいね、はい、入ってみてわかる。これ外からじゃ分かんなかったかも。そうですね、ありがたい、本当球団の方は本当にありがとうございます。あ、そうかそうか、余計な指摘をいただきました。なるほど。まだありましたか？全然あります。荒だらけです。源田さんがなぜあんなに力を抜いて投げてるように見えて投げれるのか、理由が今ちょっと分かりました。うん、ちなみにこの源田選手が実践するスムーズな捕球からの送球のコツ、こと細かく教えていただいたんですが、それは明日全部配信しますのでお楽しみに。